ミネラル類、麹、海藻類、スピルリナが入ってるよ。へえ。ん？香りはなんか。あっちゃん元気わん。すごいねこれ。健康補助食品なんだけど、ミネラル類、麹、海藻類、スピルリナが入ってるよ。うん、香りはなんか、うん、いい香り。人間も食べれるっていうことで食べてみたいと思います。うん、あんまり味はしないけど、うん、うん、ほとんど無味無臭。うん、これだったらどんなワンちゃんも嫌がらずに食べてくれそう。ワンちゃんも食べる？うん、うん、じゃあ見て見て、形状紹介しよう。形状は顆粒タイプです。こうやって口の中で噛むとホロホロと崩れます。で、さっきお水で溶かしてみたんですけど、少量のお水でちょっと潰しながら溶かすとこんな感じで簡単に崩れます。はい、どうぞ。お待たせしました。はい、ここまでは元気ワンのメリットだけをお伝えしましたが、デメリットもお伝えしておきますね。デメリットは3つ。1つ目、食物繊維を含んでいるので大量に食べると難便になることがあります。2つ目、ほぼ無味無臭なんですが稀に食べない子がいます。そういう時は少しずつフードに混ぜて与えてあげてください。3つ目、逆に好きすぎてがっつきむせ返ってしまう子がいるそうです。これも気をつけて見てあげてください。